ございます。おはようございます。おつさんはですね、今ですね、尾道はですね、大判焼き桜さんにですね、いらっしゃるんじゃないよ自分のことをいらっしゃるってどういうことなんだよいるんですけど、ここでサブチャンネルならではですね、企画をですね、やってみようかなっていうふうにですね、思うんですよ。それはおつさんのおすすめする大判焼きベスト3をですね、お届けいたしますので、皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなわけでございまして、先ほどですね申し上げました通りですね、お昼ご飯をですねここでいただこうかなっていうふうにですね思います。まず小津さんのですねおすすめ第3位はですね、なんといってもですね王道でございます、プレーンの粒あんをいただきます。だってスーパーカブ、あのファンターカブがバーッと集まるわけでしょ。スーパーカブとはすごい光景じゃないですか。ではでは美味しかった第2位の発表でございます。第2位はですね、これも王道でございます、桜茶屋さんじゃないよ、大判焼き桜さんでですね、これはですねクロワッサンの粒あん、これ激うまでございます。こちらが第2位でございます。ちょっとですね、お客さんが多くなってきたのとですね、店内でやっぱりですね喋れないんで、マスクつけてたらですね食べれないんで外に出てきました。第2位のですねクロワッサンでございます。あ、やっぱりクロワッサンはもう生地がパリパリなのがうまいんだよな。うまい、やっぱりうまいよクロワッサン粒あんは。というわけでございましてですね、おじさん第1位でございます。なんといっても白いやつ粒あんでございます。これがねもう激うまなのよ、生地なんかがですね、ぜひともこれは食べていただきたいというわけでございます。白いやつ粒あんが第1位でございます。まあ結局全部美味しいんですけどね第1位のこれが白いやつの粒あんだよ。これおじさん一番好き。うわ、生地がもっちもちで、この感触は癖になりますよ。そんなわけでございまして、今日はですね大判焼き桜さんのですね、おじさんおすすめベスト3の大判焼きをご紹介させていただきました。そしてですね、尾道に来れないよっていう方はですね、食べたいよおじさんっていう方はですね、通販もやっておりますのでですね、大判焼き桜さんでですね検索していただきまして、通販でご購入をよろしくお願いいたします。魂込めてやりますので、はい、たくさんのご注文お待ちしております。ですです